밑에 그 양대! 主人公になったみたいだった。天使、大魔王に何もかもが書いてある通りだった。目標補足、与えろ。ダイモンさん。そこよ。避けるなよ。諦めろ。運がなかったな。
座りなさい。うるせえよ、あっち行けよ。かまえ。君の青春を鍛える、それがジャスティス学園です。いつまでも愛、友情、根性、そしてライバル。この学園には君を熱くする青春の全てが詰まっている。燃えなさい。はい。青春まっしぐら、私立ジャスティス学園開校。タプコン。君の青春を鍛える、それがジャスティス学園よ。いつまでもこの学園には青春の全てが詰まっている。燃えなさい。はい。青春まっしぐら、私立ジャスティス学園。タプコン。やあ、タプコン、フレンドリーカーマリーだ。君たちは知らないと思うが、私は真ん中の島本かもしれない。今回プレイステーション版のジャスティス学院に熱血早くのキャラクターデザインをやっただけの、そこだけは覚えている。素晴らしい2枚だ。1枚はアーケードプラス何かな。2枚目はこれは買いな。
晴らしいキャラクターが作品が。この彼らの学園生活ができる。これは驚きだ。誰もが何かを求めて私の書いた熱血書いた全ての技を君に伝授してくれやるな、うん、そして君自身が新しい一つのキャラだからなのでこの楽園の中で戦いを開始するが完全復活シリーズ第1弾カプコンジェネレーション第1週撃墜王の時代
顔色が悪いんちゃうか。そこ休んどけ。振動するサバイバルホラー誕生、バイオハザードデュアルショックバージョン。カプコン。今度はゾンビがブールブール、バイオハザードデュアルショックバージョン。カプコン。ジョイちゃん、ガレまだか。ガタガタ言うな。見せるもんがガタガタ言うと持っていく。振動するサバイバルホラー誕生、バイオハザードデュアルショックバージョン。カプコン。フレンドリークラブの皆さん、こんにちは。パブリシティチームの浦沢かなです。今日はですね、7月18日大阪エキスポランドにオープンしましたホラーハウスナイトメアに遊びに来ております。全世界で大ヒットしたカプコンのゲームバイオハザードを題材にこのホラーハウスは作られているんですね。なんとここは日本初の2階建てなんですよ。それでは中に入ってリポートしてみたいと思います。行ってこーい、かな、これは拾ってやる。ちょっと誰もいないじゃないですか。ちょっと誰もいないですよ。自分で開けるんですか。邪魔します。どっから行けばいいんですかね。やばいやばいやばい、人がいる。We'll be right back.
前さ、その性格なんとかなんないの？その短気なザンゲーフ。何よ、あんただっていじけたチュンリーじゃない。いや、君の性格はキャラにハチャメチャバトルポケットファイター性格の不一致ね。カプコン